皆さんこんにちは、証券ママです。今日は三色そぼろ丼を作ります。とてもバランスもよく彩りも綺麗な美味しい丼になっています。お肉をパラパラに仕上げる方法をご紹介しています。ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず鶏のひき肉が 200g、 それからそれに使っていく生姜が 10g、 それから3倍濃縮のめんつゆが大さじ3、お砂糖が小さじ1、お水が 100cc、 それからほうれん草です。ほうれん草が今日はこれ2株なんですが、だいたい 100g ぐらいあります。これに下味をつけていくときに醤油がだいたい小さじ2分の1です。それから卵の方です。卵が2個、お砂糖が大さじ1、お水も大さじ1、醤油が小さじ1/4、あとですねお好みで紅生姜です。それから温かいご飯を適量です。はい、まずですね鶏のそぼろを作っていきます。鶏のそぼろに入れる生姜をみじん切りにしておきます。はい、生姜をみじん切りにしたら、こういったねお鍋に鶏ひき肉 200g を入れます。はい、そしてお水 100cc も入れます。はい、そしてちょっとほぐします。はい、そして生姜 10g のみじん切りも入れてしまいます。はい、そして調味料の方です。めんつゆの3倍濃縮が大さじ3、それからお砂糖が小さじ1入ります。はい、そしたらこれを火にかけていきます。はい、それではね火をつけます。そしてこれをねそぼろにしていきます。これが水分がなくなってポロポロになるまでこうやってかき混ぜながら煮詰めていきます。はい、もうねだいぶ煮詰まってきました。もう少しです。これ中火くらいでやってください。これでね水分がねもう少しこれ飛ぶまでこうやって炒めていきます。はい、こんな感じでね水分がなくなりました。はい、そしたら火を止めます。はい、はい、こんな感じでこちらはこうやって冷ましておきます。はい、そしたら別のお鍋にお湯を沸かしていただいてほうれん草を茹でていきます。お塩をね少し入れます。はい、小さじ1ほど入れます。はい、そしたらほうれん草をこの下の方からね先に入れていきます。はい、それで大体そうですねさっとでいいです。もう 1,2 分でいいです。はい、はい、それではねこれも火を止めてザルにとってお水で冷水で冷やして絞っておきます。はい、そしたら次に炒り卵を作っていきます。まず卵2個をボウルに割り入れます。はい、そしたら調味料を入れていきます。まずお水が大さじ1入ります。お水を入れるとね卵がふっくらします。それからお砂糖が大さじ1入ります。はい、それからお醤油がほんのちょっと小さじ1/4入ります。はい、そしてよく混ぜます。はい、そしたらこういったフライパンとかお鍋にまず火をつける前に今の卵液を全部入れてしまいます。はい、それで火をつけます。火加減は弱火くらいで、これねお箸をねこう4本くらい持ちます。それでこう絶えず卵をね、これ今弱火になっています。弱火で絶えずかき混ぜながら炒り卵を作っていきます。これ強火にしてしまうとやはりねあの卵がこう大きくなってしまうので弱火からやります。
フライパン離したりしながらやってください。そうするとね、うまくできると思います。だいぶね、細かくなってきました。はい、こんな感じでもういいと思います。火を消します。それでね、大きいのがあるようでしたら、少しこうやってお箸とかね、そういったものでこうやって少し潰してください。はい、こんな感じで炒り卵もできました。はい、それではね、そぼろの方と炒り卵の方はできたので、あとほうれん草の方をやっていきます。先ほどさっと茹でたほうれん草ですね、これを冷水でこう冷やして、よく今水気を絞っておきました。これをね、食べやすい大きさにね、切っていきます。ちょっとここは取ります。そうですね、1センチぐらい、5ミリから1センチぐらいでしょうか。こんな感じで切っていきます。はい、そしたらね、水を絞ります。はい、ほうれん草の水気をよく絞ったら、これにね、醤油ですね、ほんの少しでいいです。小さじ2分の1をかけて混ぜておきます。はい、こんな感じでほうれん草には下味をつけておきます。はい、それではね、全部具材の方が出来上がったのでね、盛り付けたいと思います。ご飯ですね、これ適量です。今日ちょっと小丼にしてみました。ご飯もね、材料説明の中でちょっと言い忘れましたが、用意してください。ご飯を適量ね、こうやって丼などに盛り付けます。そしたらもう適当に、あとはこのね、まずそぼろ、今日は三色丼なので、だいたい3等分にして盛り付けていきます。そしたらね、最後にね、紅生姜をね、お好みでちょっと真ん中にのせます。はい、こんな感じで紅生姜ものせたら出来上がりになります。これで三色そぼろ丼の出来上がりです。とってもね、美味しそうにできました。はい、それでは出来上がったのでいただいてみたいと思います。はい、こんな感じに美味しそうにできています。じゃあね、いただきます。いただきます。うん、この鶏のそぼろにも生姜が効いていてね、とっても美味しいです。お味付けもちょうどいい感じです。うん、とってもね、いい感じのバランスでできています。ちょっとね、今日ほうれん草の方にも少し下味をつけたので、こちらの方もね、お味がして美味しいです。じゃあちょっと食べてみます。うん、ほうれん草もちょうどいい醤油加減で美味しいです。これね、ちょっとね、お行儀悪いんですが、食べるときはね、全部混ぜて食べていただいた方が美味しいかもしれません。それからですね、今日はね、鶏のひき肉 200g でこのぐらいできました。なので、だいたい2人前から3人前ぐらいできると思います。そしてこれは結構日持ちするので、こういった清潔なタッパーに入れて冷蔵庫に入れとくと、結構ね、これ5日とか持つので、清潔なもので取り分ければですね、4日とから5日保存できるので、これ本当お弁当とかにね、載せると本当に喜ばれると思うので、これね、多めに作っても大丈夫です。卵の方はね、これ当日ね、これ炒り卵にしてください。今日はだいたい2、3人前でしょうか。大人の2、3人前っていうところでしょうか。今日のポイントはですね、やはりこの鶏肉をこのね、ポロポロにするためにお水を入れてほぐしてからこう炒めていくことによって、こういったパラパラのね、固まらないこの鶏のね、そぼろができます。ぜひね、やってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。
他にも丼のレシピの動画はいくつかあるので、概要欄に URL を貼っておくので、よろしければご覧になってみてください。それでは皆様お元気で、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。